皆さんこんこにちは大事です、えー、今日のビデオは昨日のビデオの続きですしまあなんなら一昨日のビデオからこう続いてるものなので、まあ、まだ見てないっていう方はね是非遡って見てみてくださいで昨日ねディズニーストラテジーっていうのの話をしましてまあ実はね、えー、グローモデルの中でねなんか現状どうなったらいいのみたいな、まあ、コーチングの範囲を超えたね 夢見るドリーマーマですね本当はどうなったらいいんだろうっていうのをねしっかりとそういう自分をね育てていくのも大切だし逆に夢見るだけじゃなくて現実的にしっかりまずどのゴール狙うじゃあそれに向けてどんなやり方今までとは違うどんなやり方がいいんだろうとかまず何から始めるってねあのやるリアリストを育てていくっていうのも大切だしあとはね、えー、批判的な自分なんかこの。 細かいとこチェックしたりとか落とし穴を、ね、がないかどうかあの探ったりとかね実はコーチングではあんまりねあのそういう自分に活躍してもらわないっていうコーチもいると思うんですけどでもあえてねそういうなんか否定的な重箱の隅をつくような自分もねあのチェッカーとしては役に立つみたいなとこがあるんでやっぱりその自分もしっかり活用できたらいいんじゃないかみたいなねでこの3人が協力するとドリーマー夢を見る人そしてリアリスト現実にしていく人そしてクリティークね批判的批評的なねあの人っていうのがこううまくね 組み合わさって協力できると素晴らしい、えー、この夢をね実現していくということが起こるんじゃないから、ね、でやっぱりなんかねこのグローモデルでじゃあ どうなったらいいのってゴール描いてるだけでもうなんかエネルギーが出てこないとか発想がねなかなか広がらないっていう時にはもっともっとドリーマーを育てたらいいしまあなんか夢は見るんだけどなかなか現実にならない人はしっかりと計画立てていくみたいなことが、まあ、大切だっていうことをねコーチは押さえておくといいと思います。あとやっぱりねなんか批判的な、ね、事故って自分でもこういうのなんか嫌だなとかね悲観的だなとかネガティブだなとかって思うかもしれないしコーチもねなんかなるべくそういうのなしにしてでね目的に対してやれそうなことでどんどん進んでいこうみたいな。 やりがちだけどやっぱりねこの批判的。 批評的な自分というののもその持ち味をだからだからだだだっていうだけでだからなんかすごくさ大人になって冷静になりましたとかいろいろねなんかだってこういうの難しいじゃんとかこういうのの可能性もあるじゃんっていうのは最初に出てこられちゃうと議論がしぼんじゃうからちょっと待っててくださいねって言ってやっぱりまずトップバッターは夢見るやつが出てきて2番目にこれまでの経験からまずこんなんだったらできるんじゃないっていうのが出てきて最後にねあの出番をちゃんと持ってきてあげる いやでもここがって言ってくれて、ね、でここが足りないそこが足りないとかこういう障害が起こりうるでああ言ってくれてありがとうじゃあなんか,どう,していいか、ね、どうしたらそれを乗り越えられるかってことを考えようっていう風に協力してもらえたらまあ りたいいっていうことだよねだからあの品質管理部門みたいなさものでさ、ね、あのお客さんとワいワイこういろいろとねあんなものがあったらいいこんなものあったらいいって営業の人がこう夢描いてで、まあ、製造部門がね現実的にどこまでできるとかどんなのねってやった上で何か落とし穴がないかねあしっかり品質管理するみたいなこういう場合どうすんだとかって言ってね突き返してみるみたいな、まあ、そういうのが三位一体となってね素晴らしいことができるわけだから、まあ、自分の中でねそういうのを育てていったらいい。アドラー心理学学では、ね、学級経営なんて言うけど やっぱり自分の中のいろんな自分っていうのの、ね、声をしっかり聞いてそれぞれに活躍してもらえるようなね何か状況になるとますます自分の経験が全てね使えるようになるんじゃないかとこういうことです。えー、よかったらそそんなイメージも参考にしてくださいそれでは